さあ始まりましたなゆまチャンネル。どうもまゆです。リーグ戦も残り3節と佳境を迎え、このメンバーで戦うのも残りわずかとなってきました。今日私はいつもと違うと思うんですけど、ユニフォームを着ていません。そこで今回は私の好きなユニフォームランキングベスト3をやっていきたいと思います。これまでの歴代のレッツのユニフォーム30着を私の中でランキング付けしてみました。ということでユニフォームに着替えていきたいと思います。私の好きなユニフォームランキングはこちら、じゃん。第3位は2021年今シーズンのユニフォームです。このユニフォームを3位に選んだ理由としては、もちろんデザインもかっこいいんですけど、ユニフォームに込められた思いも素晴らしかったので、このユニフォームを選ばせてもらいました。このユニフォームのテーマはファイトトゥギャザーです。多くのファン、サポーター、そしてスタジアム全体が一体となって戦っている浦和レッズのホームゲームから感じられる圧倒的なパワーと情熱を表現しているそうです。ユニフォームを見るとダイヤモンドのような形がデザインされています。見えますか？これは埼玉スタジアム2002の屋根の構造をモチーフとして作られています。デザインはもちろんユニフォームを作られた方々の思いがいっぱい詰まったユニフォームとして3位に選ばせてもらいました。続いて第2位はじゃん。リーグ戦で初優勝した2006年のユニフォームです。この年だけエンブレムが真ん中にあって、背番号に黄色が入ってるのも好きな理由の一つです。レッツの黄金期と言われていたこともあって、この脇の下に黒いラインが入っているのが当時とても強そうに感じた印象があります。2006年までは真ん中のスポンサーがボーダフォンで、このロゴマークが可愛かったのも好きになった理由の一つです。そして第1位と行きたいところですが、第1位の前にベスト3には入らなかったけど印象に残ったユニフォームを2つ紹介したいと思います。1つ目がこちら、2007年の ACL のユニフォームです。2007年の ACL の胸スポンサーは DHL となっていて、黄色いロゴが真ん中にあるとレッツのエンブレムのようにかっこいい印象があります。国内の試合だと赤、白、黒がレッツのイメージですが、 ACL だと下のパンツが黒の試合も多く、リーグ戦とは一味違った力強さを感じさせられたユニフォームでした。2つ目はこちら、2014年の迷彩柄のユニフォームです。このユニフォームを見た瞬間、かっこよすぎてすぐに購入しちゃいました。迷彩柄がとてもおしゃれで、他のサポーターの友達からもレッツのユニフォーム欲しいという声をたくさんいただきました。私は毎年赤いユニフォームで揃えているんですが、黒いにもかっこよすぎて人気殺到し、もう一着購入するかシーズン最後まで頭を悩まされた記憶があります。そして栄えある第1位はじゃん、2017年のユニフォームです。このシーズンも2006年と同じように脇の下に黒いラインがかつての黄金期を思い出させるようなデザインとなっています。このユニフォームはリーグ戦のユニフォームなので ACL のデザインとは違うんですが、 ACL のユニフォームは三菱のロゴが真ん中に入っていて、とてもレッツらしくて気に入っています。来シーズンは ACL に出場して、もう一度三菱のロゴが真ん中に入ったユニフォームが見たいです。そしてこのユニフォームを選んだ一番の理由が、2017年 ACL 優勝するまでタイトル目前でずっと敗れてきて、この年には西尾監督も解任し、
全てが満足いく結果ではなかったと思います。そんな中でも選手とサポーターが一体となってみんなの力で優勝をつかみ取った汗と涙の思い出が詰まったユニフォームを第1位に選ばせていただきました。いかがだったでしょうか。やっぱりそのシーズン強かったり優勝すると余計愛着が湧いてきたりする傾向がありますよね。皆さんの好きなユニフォームベスト3は何ですか？よかったらコメント欄でお待ちしてます。今後もさらにタイトルを奪取してユニフォームがどんどん好きになるシーズンを期待してます。今日の動画はこれでおしまいです。 Be a Red!